はい、どうも皆さんこんにちは、こがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、今ね、私こんがりもう最大のねピンチを迎えておりまして、もう実はね、かなり追い詰められてしまっています。何が追い詰められたかと言いますと、もうこのね今週の出品がですね残り1個しかできない状況なので、基本的にはですね、もう稼ぐことがほぼできません。はい。僕のね、お金の稼ぎ方っていうのは敵をしばいて、そのしばいた物資を、まあ、出品してお金を稼ぐっていう、まあ、方法になるんですけれども、もう赤アイテムを出さないとね、稼げないという状況に陥りました。はい。ってことで、今回はですね、まあ、赤アイテムをね、狙っていきたいと思っているんですが、皆さん僕のね、倉庫価値を見て、おいおいおい、こんがりと。260万もあるからお前まだまだ大丈夫だろってね思ってる方、それは甘いですよ。僕のさ倉庫ね、まあ見せてもいいんですが、ちょっとマジでさ、なんもないのよ。ほら見て、もうしょっぱいさ部品に、あとはなんか回復ちんまりあって、で火炎瓶あって、で弾もさもうこんだけしかないで、もうクーラーボックスにはもう団子が3本しか入ってなくて、ここですよね。この鍵がですね、まあ、メインになってるんですよ。はい。しかも、これ、使いかけの鍵なんで、もうほとんど価値ないんですよ。うん。だからね、結局ですね、まあ、2.6M あったとしても、ゴミなんです。はい。もう何もありません。僕の倉庫には。うん。売れるものもね、マジで一切ないので、本当にさ、ガチで追い詰められてしまったんですよ。で、こんなね、ガチで追い詰められた僕が本日使っていくのが、こちら。マックテン。このマック10、お値段なんと、35,000円。めちゃめちゃ良心価格になっております。はい。そして、基本ステータスもね、シーズン4で、精度が爆上がりしてくれたおかげで、かなりね、使えるんではないでしょうか。基本ステータス、垂直85の、水平72、エルゴノミが71で、精度が38。で、腰ダメ射撃が、71デジャブで、有効射程が48ということで、今回はね、こんな感じで作ってきたんですけど、ちょっとこれマズルをさ、未だに悩んでて、これサプレッサーにした方がいいかもしんないな。いやーでも値段が高くなるんですよね、そうすると。まあ今回はまあこっちでいっか。まあリコイル制御型で、まあちょっとね、テレビ局も潜って赤出して帰りたいと思います。それでは早速行っていきましょう。レッツゴー。はい、ということでね、早速射撃場の方にやってきたんですけど、まずはノンリコイルバージョン。まあ、こんな感じ。まあ、めちゃめちゃ強いんですよね、このマック10っていう武器は。はい、皆さんね、使っていますでしょうか。まあ、使ってないでしょうね。まあ、この武器をね、まあ、使うんだったら、まあ、ベクター45をね、使ってる方もまあ、多いかとは思うんですが、ただ、ベクター45には出せない味があるんで、こっちにはこっちで。めちゃめちゃさ、まあ、コスパいいんですよ。うん。まあ、これぐらいのキル速出ますから、まあ、全然さ、やれるんじゃないかな、テレビ局でも。ちょっともう今回ね、ソロでテレビ局やる羽目になっているんですが、やっぱりソロはね、ちょっと勝ちづらいですね、本当に。クルパー相手がマジできつすぎる。ちょっとさ、どうにかしてくれよ。なんでもいいから味方くれねえか、本当に。これはちょっとマジでさ、破産してしまいます、もう。もうマジで限界公演なんですよ。もうマジでさ、どうやって稼げばいいの？出品上限も迎えたらさ、俺はどうすりゃいいの？マジで。助けてくれ、運営。はい、ということでね、秒速32センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、今回はね、テレビ局はテレビ局なんですけど、立ち入り禁止の方にね、やってきました。まあ、ちょっと封鎖に逃げようかなとも思ったんですが、もうここでね、逃げても意味がないんですよ、結局。もうとりあえずね、赤アイテムを出さないと僕はですね、破産すること間違いなしなので、ちょっとマジでさ、まあ、本気でね、赤アイテムを狙いに行きたいと思っているんですよね、ほんと。うん。敵の装備をぶん取っても、もう売れないので、まあ、結局ですね、まあ、来週にね、なるまで、僕はですね、稼げないわけですよ。まあ、だから、ちょっと動画もね、撮れなくなってしまうので、ちょっとここはね、赤アイテム狙いで、もう禁止の方にね、やってきた。人はやっぱり近畿に触れるとね、まあどうなるんでしょうか。ちょっとわからないんですけど、とりあえずこっちが行くか。いや、怖いな、マジで。脇ポジわからんすぎて草。どうしよう、マジで。怖い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 。いや、どこが強いんだろう、これさ。あれしていいか、機関狩り。もうそれでいいよな。すいません。
僕期間狩りします。それでもいいですか？答えは聞いてない。俺もうさ追い詰められてんだわ。じゃあ僕が追い詰められたってことはどうすればいいかというと、もうこっち側からですね、僕はもう帰る。あ、やっぱなんかガス焚いてんな、怖すぎ案件で、なんか上からもなんかなってるんですけど、とりあえず僕はここね、パカリしてあげて、でここパカリ閉じてあげて、で僕はここでイモリ散らかすっていう寸法さ、なめんじゃねえぞ。これが追い詰められた男の最終兵器です。もう無理。赤アイテム狙おうと思ったんだけどさ、冷静に考えてやっぱりきついよ4盾は。ちょっとね、敵がですね、まあ、削れてくれるのを待ちましょうか。でワンチャンまあここにね、帰還してきたまあ2名とか1名をまあこのマック10でしばけば、まあ、うまできるんじゃないかなと。まあ、何もね、赤アイテムを自分で出す必要はないんですよ。うん、敵に出してもらえばいいから。まあ、とりあえず、もうここでさ、もうイモリ散らかすしかないわ。すまん！これやばいわ。これあの、X で晒されるやつや。僕はもう鬼にだってなってやる。ここまで追い詰めた、お前たちがいけないんだからな。僕を追い詰めたら、急速猫を噛みますぜ。僕あのネズミ年にね生まれたってことで、まあちょうどですね、まあ9祖猫を噛むという言葉が、まあ、似合う男ランキング第1位。ちょっとここまで追い詰められてしまったらもうさすがにやるしかないでしょうよ。この場所で、敵を待つってい う、 もう害悪イモイモムーブ。裏で金策しててもね、結局ね芋にしばかれることが多いんですよ。だからやられたらやり返す、倍返しじゃん。もう絶対にここでしばくから、まあ、多分ここまでさ、ケアはしてこないでしょう。まあ、とりあえずね、ここは、まあ、スイッチがね、押されるまでは開かないんですが、まあ、押されたら多分こっちから帰ってくるんじゃないかな。まあ、でもね、押してさ、こっちであえて帰んないプレイヤーもいますから、まあ、ちょっとそこら辺は駆け引きにはなってしまうんですけれども、とりあえず、もう僕はですね、切れた、怒ったわ。さすがにですね、堪忍袋の尾がブチギレ案件ですので、とりあえずここで、敵がね来るまで、待ちたいと思います。はい、最悪ですね。これもう自分でやってて最低ランキングです本当に。あ、まずまずまずい。これ大丈夫か、これ大丈夫か、これ怖いぞマジで。おいおい待て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 、なんか来てんな。こいつらももしかして機関ガリニキとかいうやつらじゃないだろうな。ちょっと怖いよ、なんか近づいてきてますか。まあとりあえず心拍タイムでも決めておこうかなと思ったけど、まあ別にいいか。ここまあ無理に沈拍する必要ないね。だって沈拍するとさ、これさ水分減るでしょうね。1回ごとにさマイナス10されるので、エナジードリンクガブ飲みタイム1本しか持ってきてませんので、まあこれはですね、まああえて沈拍する必要なしとの判断に至りました。まずい、めっちゃ近くになんか敵いるかもしんない。すいません、君は誰？ちょっと動いちゃったんですけど、これ大丈夫？ちょっと待って、なんか銃声聞こえてきたんだけど大丈夫か？まあ、とりあえずまあ、帰還するやつをまあ、しばくっていう作戦だから。これ誰だマジで？え、これ絶対スカちゃんだよな。多分スカちゃんだと思うんだよね。だから、まあ、無視でいっか。え、これマジでスカちゃんなんか、銃声めちゃめちゃ出してますが。いや、これさ、どっかしらでね、ちょっと詰めてもいいかもしんない。これだいぶ削れてんじゃないの、両パーティー。やり合ってんですわな、その辺で。ちょっと待ってくださいよ、なんか足音すんの相当だるすぎやんけん。マジでこれ誰？なんか開けたな。ドア開けたやついるんですが、こんは。ちょっと待ってくれよ、ガチャリって言ったんだけど、これさ、上いるかもしんない、もしかすると。もしかして僕と同じこと考えてるやついる？なんかいるな、いるな、これマジで。あ、やばいわこれ。上にさ2枚ぐらい芋ってますわこれ。はい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 、やってきちゃった。でなんかしんないけどあれだわ、スニークニキいるわ。あ、まずいまずいまずい、いた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 、はい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 、いましたいました。じゃあいつしばこっか。あー、しばきてえな。あ、待って、インドいるじゃん。あ、まずい、これインドいるんだけど。ちょ待って、やばい、最悪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 、あ、まずい、おわー。
お前は何も見なかったってことで、ちょっとテレビ局のですね、封鎖区画にやってまいりました。まあ、さすがにちょっとセカンドシーズンやらざるを得ないなってことでやってきたんですけれども、もうね、もうヘルメットとかもいらねえかって思って、まあ、こんな感じで来ました。はい。マジでさ、限界すぎる。もうギリギリすぎる。てか、勝てない。マジでさ、もうこれね、装備が弱くなるとどんどん勝てなくなっていくんですよ。でも公演は減っていくっていうこの矛盾。何なんですかこのゲーム一体全体。もう沼ったらさ、もう破産までね、もう一直線なわけですよね。このゲームっていうのは。本当に厳しい世界。金持ちが金を持ちまくって、で、破産者は永遠に救われないっていうこのね、生き地獄から僕はなんとか成功したいと思っているんですが、どっちにいるんでしょうか敵は。ちょ、マジで怖すぎるって。こっち側いそうか？ちょっとわかんないけど行くしかないわもう。ちょ、医務室とかさ、いるんかな？まあ、上いますね。とりあえずまあ、上にいること把握。ちょっとスニーコでさ、もうなるべく足音聞かれないに余っていたじゃん。普通にいるじゃん、そこ。あ、ジャンピングニキルは。しかもあれ待って2枚だし。あ、マジかあいつ。ちょ、だるいな。やるしかない。ここはもう行くしかない。はい、行きます。はい、こんがりやっちゃって。あー、無理だ。普通に終わった。ちょっと待って。ここでですね。あ、まず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 。一旦これで、ここでグレネードですよね。はい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 。お前からのグレネード。じゃあ僕のグレ、あ、もう待て、お前。後ろは聞いてない、後ろは。後ろは知らねえぞ、マジで。お前やめろって、マジで。危ない、お前、お前。どこいんだよ、めちゃめちゃいいんじゃん、ほんとに。あっぷな。おれー、これが本気を出した男じゃん。あめんじゃねえぞ。おい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 。舐めてると死ぬぜ。まずい。束縛来やがった。怖い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 。もうめっちゃいるじゃん、ほんとに。めちゃめちゃ、あ、よっけー。1枚まずは撃破。あ、バイ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 、来た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 。はいはいはい。うれー！もう無理だ。